バイエルン公国、バイエルン公国、バイエルン公国は中世のドイツ南東部、現在のバイエルン州からオーストリアにかけての領域に存在した5つの部族対抗領の一つである。バイエルンにおける初期国家はすでに6世紀に形成されており、レヒエンス両川の間、フィヒテル山地及びアルプストリエント地域を占めていた。バイエルン初期国家が歴史上初めて言及されるのは、 アギロルフィングや出身の590年頃没の時代であり、その統治下の公国の首都はレーゲンスブルクに置かれた。フランク王国に対抗するためのランゴバルド王国との同盟は最終的には崩壊して和平を壊ざるを余儀なくされた。ガリバルト一世の後継者である612年没はスラブ人とその同盟者であるアバールに対して、 初めて敵対行動を取ったことで知られている。田代一世の後継者は、フランク王国と同盟を締結して、次第に、その従属下に置かれるようになった。650年没の統治下では、フランク国王ダゴベルト一世の協力の下で、と呼ばれる、最初の成分法が導入された。同じく、719年没下でもバイエルンは、フランク王国の宣教師の教の下で、 キリスト教が普及し始めたが、その一方で、キリスト教自体は、すでに、716年死去の時代で、最終的に広まっていた。フランク王国の救済カール・マルテルの婿である、748年没、は、フランクの超条件を覆して、王吾を得ることを、試みはしたもののカール・マルテルの息子である、カル・ロマンと、コピピンによって失脚せしめられた。 オディロの統治下では、聖母ニハティウス大司教によりバイエルンの教会は、ザルツブルク、パッサウ、レーゲンスブルク及びフライジンクの4つの司教区に分けられていくつかの修道院が建てられた。オディロの息子である741年から796年は、相続権を得るために、コンピエーニュで開かれた国家会議にて、シ小ピピンに対して忠誠を誓うことを余儀なくされた。 あとに、フランク王国の霊俗化からの離脱を試みて、ランゴバルドーとアキテーヌ公と共闘して、反フ,フランク同盟を結成する者の,の反乱は、失敗に終わった。デジデリウス打倒後のカール大帝の目は、その同盟者たちに注がれ、迫り来る、戦闘の脅威が、タシロ三世を、ボルムスでの宣誓の再開、及び人質を提供することを余儀なくさせた。しかし、 カシロ三世は服従することを良しとせずにアバールと関係を結んだ。このことが788年にインゲルハイム・アムラインでの国家会議を呼び起こし、制約違反者の死刑及びその全一族の中道院への幽閉。ここで一族は断絶となるについて審議された。バイエルンはフランク国家に組み込まれ、統治するために白領と呼ばれるいくつかの地域に分割された。 カロリング帝国下においてバイエルンは王国の地位を獲得して、ベルダン条約では東フランク王国に組み込まれることが明白となり、カロリング長の分岐によって派遣される代理人によって支配された。バイエルンでは徐々に上流階級、特にルイトポルト家が台頭していった。その影響力はアルヌルフミカド、その母親は ルイトポルド家出身の可能性ありの統治下で一段と増えた。893年にアルヌルフはケルンテンとウェパンノニア、ゲンオーストリア及び西ハンガリーをに与えた。895年にルイトポルトはドナウカーゾイの定置、ゲン、オーバープファルズ及びレイゲンスブルクも配慮している。このようにしてフランク王国内部にバイエルン編境白領と呼ばれる。 新たなる国家の基盤が形成されたのである。各してバイエルン及びその他辺境伯領の当事者となったルイトポールドは、スラブ人やマジャール人といった隣国の部族と常に戦い、907年に現、ブラチスラバで戦死した。それ以上に、重要なことは、バイエルンの地がマジャール人の襲撃にさらされたということである。ルイトポルドの後継者であるアルヌルフ。 エーバーハルト及びベルドルトの下でバイエルンは公領として再編され、ゲルマン人の使用をないしその他の部族によって形成されるとこれる帝国の五大公領の一つとなった。国の防衛体制を築くための資金が不足していると感じたアルヌルフはカトリック教会からの土地、財産没収に頼り、これにより悪党というあだ名を付けられた。 アルグルフはバイエルンの復興を果たしてマジャール人と和平を締結した。これによってマジャール人は自身のドイツ襲撃に際して抵抗を受けることなくバイエルンを通り抜けたが同行量は荒らされずに済んだ。アルグルフは治療にて独自に白や司教を任命したり独自の外交政策を取ること、王との相違は常にマジャール人の劇に対する闘争であり、 治療を帝国にとっての関心の的である、マジャール人による損害から守るために、アルグルフは彼らと和平を結んだで事実上王に、不服従の姿勢をとった。しかしながら、ドイツで有力な国王たる、ハインリヒ一世保長王、夫一世大帝親子を中心とする、リュードルフィング・アサによる王権が誕生したことにより、バイエルンの自主性はそがれて、徐々中央権力に従属するようになった。 921年にハイン・リヒ・一世の軍隊はバイエルンに侵攻してアルヌルフを服属せしめた。アルヌルフは己の公の権利を確認することでバイエルンが王の創始下に置かれることを認めたものの十分な自主性を保持することができた。それに加えてハイン・リヒ・一世はアルヌルフにバイエルン公国内の教会を指名する権利を残すことを余儀なくさた。 937年に、アルヌルフが死ぬとその長男であるエイバーハルトが、継承して、オットー世に忠実に仕えることを拒絶した。これに対するオットー世の返答は938年の、エイバーハルトの領域への功である。オットー世による二度の遠征によって広告は、後輩してエイバーハルトは、公家くらいから引きずり下ろされた。代わって、バイエルンの国境地帯の返境白。 ケルンテンを統治していた父のベルトルトが統治することとなった。前任者とは異なりベルトルトは事療において、教会や白を指名する権利を受けたまわらずに事実上、完全に王に従属したことを明らかにした。多かれ少なかれベルトルトは、自身による統治期間中は、夫を一斉に忠実であった。ベルトルトはすでに半世紀にもわたって、ドイツの地を襲撃して略奪し続けていた。 マジャール人に対する戦で人頭式をとった。943年にバイエルン軍はマジャール軍をベルスに敵撃破することでしばらくの間は広告の東部国境線の平穏を確保することができた。947年にベルトルトが死ぬと息子のハインリヒ3世は夫一世によって継承権から外された。バイエルンは夫一世の弟である。 ハインリヒ一世の手に渡った。バイエルンの支配権がリュードルフィング家に移行したことは、ルイトポルド家との間で長きにわたる闘争を引き起こすこととなった。おそらく、ハインリヒはバイエルンを喪失したであろうが、それでもケルンテンにおける己の領地の一部を保持し、帝国内における自身の地位を保持することが許されたことであろう。バイエルンの統治者になったハインリヒ一世は、 マジャール人を撃退することに成功し、その上、領を治寮へ併合した。955年に名高いレヒフェルトの戦いが起きた。この戦いで、ドイツ軍はマジャール人をンプなきまでに叩きのめすことでその脅威を取り除いた。ハイン・リヒ一世自身は病気のために戦闘に参加しなかったものの954年のシュバーベンコー。 ウドルフとロタリンギアコ・コンダートによる反乱の鎮圧には参加している。955年にハイン・リヒ一世の後を息子で未だ四歳であるハイン・リヒ二世が継いだ。その初期は母のがハイン・リヒ二世の名でバイエルンを統治した。ハイン・リヒ二世は青年に達すると973年に皇帝に即位したいとこの夫を二世と定位をめぐって争い始めた。 父、ハイン・リヒ・一世も、また定位を狙っていた。皇妃、アーデル・ハイトの命であると結婚したことで、ハイン・リヒ・二世の立場は著しく強化された。同年には、自身の姉妹と結婚している、シュバー・ベン公が皇帝の領承抜きに空位となったのザ自身のいとこで、あるを据えた。973年に、ブルヒャルトが死ぬと、ハイン・リヒ・二世は、 シュバーベンを治療に併合することを試みたが、これに対して、オットー2世は、自身の友人かつ、いとこでもるシュバーベン公リュードルフの息子オットー1世に、シュバーベンを渡すことで帰線を制ずることに成功した。これに不満を抱くハインリヒ二世への返答は、オットー2世への反乱の企て問うことになったが、974年に、陰謀は露見して、インゲルハイムで拘禁されることでおさむきした。 九百七十六年にハイン・リヒ二世は脱獄してバイエルンに帰還することに成功して同地にて反乱を立ち上げた。九百七十六年にローマ軍はバイエルンに侵攻して反乱軍を打ち破り、ハイン・リヒ二世は亡命を余儀なくされ、バイエルンは夫を一世に与えられた。しかもハイン・リヒ二世の反乱の結果、バイエルンは分割されることとなった。すなわち、 同年に、シュタヤーマルクから、ベローナ、寮を含み、組み込まれた領地には、かつてのフリウリ伯領があったの領域を含む広告は、東方辺境伯、後のオーストリアとケルンテン広告によって、分割されたのである。東方辺境伯にはが、ケルンテンには、ハインリヒ一世の息子で、かつてのバイエルン公であったベルトルトが据えられた。バイエルンを喪失した、 ハインリヒ2世ではあったがそのままにしておくわけにはいかなかった。977年に戦闘に参加したハインリヒ2世、ハインリヒ一世、アウクスブルク司教権ケルン天皇、ハインリヒの3人のハインリヒにちなむと呼ばれる新たなバイエルン貴族のローマ皇帝に対する反乱において主導権を握ったのである。しかし、反乱は978年に地圧され、結果、バイエルンは 最終的に帝国の中央集権下に置かれることとなった。ハイン・リヒ二世は逮捕されて、オットー二世が死ぬまでの監視下に置かれることなった。982年に皇帝に忠実で戦友でもあった、オットー一世が死ぬと新たな、バイエルン公には978年に反乱に参加したことで、ケルンテンを没収されていた、ハイン・リヒ一世が任命された。 しかし983年に、夫を二世が死んだことで、自由のみとなった。ハイン・リヒ二世は直ちに妖帝夫を三世に対する反乱を立ち上げた。この時は王位を奪取することは叶なわなかったものの、皇帝に対して忠実であることを誓うことと引き換えに985年に、バイエルンを989年には、ケルンテンをそれぞれ返還してもらっている。ハイン・リヒ一世には、 代償として、ケルンテンが返還されたもののベローナは、夫を一世が保持した。989年に、ハイン・リヒ一世が死ぬとその領地は、ハイン・リヒ二世の手に渡り、広大であったその地は、再び一つとなった。995年に、ハイン・リヒ二世が死ぬとバイエルンは、息子のハイン・リヒ四世によって相続されたが、ケルンテンは、夫を三世によって、 985年まで同地を所有していた夫を一世に渡された。ハインリヒ4世は夫を三世への忠実な同盟者となり、1002年に夫を三世への死を受けて自身が皇帝ハインリヒ2世となった。1004年3月21日にハインリヒ2世はバイエルンを自身の妻の兄弟にあたるルクセンブルク博、ハインリヒ。 バイエルン公ハインリヒ五世に譲ったが、その領域は非常に縮小されたものだったのであった。ケルンテンの方は、同年にハインリヒ二世が夫を一世の三男であるに支配権を認めたことで、最終的にバイエルンから分離した。バイエルン公国内の大部分の修道院とその土地は1 0 7年以降はとして、形成され皇帝の支配権に泊まることとなり、大部分の公領の方は、 ハイン・リヒ二世の皇后である国軍でが支配する頃が明白となった。しかし、ハイン・リヒ二世とその皇后親族との関係はすぐに悪化した。ハイン・リヒ五世が1九0年5月に皇位を剥奪されたことによりバイエルンは皇帝が直に治めることが明白となった。もっとも2017年5月にハイン・リヒ五世には再びバイエルン皇位が授けられ1026年に死ぬまで、 統治したハインリヒ5世には子供がいなかったことからバイエルンは新皇帝コンラート2世の古領に編入され、1027年にバイエルン公の称号を自身の10番目の息子で後継者であるハインリヒ3世、バイエルン公としてはハインリヒ6世に譲った。1049年から1053年までを 例外としてバイエルンは1061年まで事実上皇帝とその息子の支配下に置かれていた。妖帝ハインリヒ四世の摂政であるアグネス・フォンポワトゥがドイツ諸公に報道を安易に分与したことにより、バイエルンは1061年に夫・ォンノルトハイムが所有統治する頃となった。他方、ハインリヒ四世に成年に達すると1070年に、 幼少時に喪失した領地の奪還に着手した。バイエルンを所有する夫はハインリヒ4世の目には、自身の政策に目障り出ると映っていて、その陰謀計画によって告発及び、バイエルンを没収され、バイエルンは、ベルフ4世の手に移ることとなった。バイエルンを配慮した、ベルフ4世、バイエルン公としては、ベルフ1世、1101年没は、ベルフ家出身である。 しかしながら、ベルフ4世は皇帝からバイエルンの地を配慮したにもかからず、ハインリヒ4世と教皇グレゴリウス7世が争った際には、教皇側に加勢している。1077年にはハインリヒ4世のバイエルンへの支配権を削がせることを理由に対立を、ルドルフ・フォンラインフェルデンの選出を支持している。グレゴリウス7世没後の1089年にベルフ4世は、 自身の7番目の息子である、ベルフ5世を43年間にわたって、強硬派を指導したトスカーナ城白、マティルデ・デカノッサと結婚させた。しかし、1九9 5年に、ベルフ5世は、マティルデと離婚し、ベルフ4世自身もハインリヒ4世と和解して、バイエルンを返還してもらった。1101年にベルフ4世が死ぬとバイエルンは、息子のベルフ5世、バイエルン皇としては、ベルフ2世。 1120年死去とハインリヒ旧世グロコー、1126年没によって継承された。特にハインリヒ旧世が、ザクセン公、マグヌスの娘かつ相続人であると結婚したことにより、ザクセン公国を相続する権利を得たのと同然の形で、その大部分の領地を手に入れた。しかしマグヌスが死ぬと、ローマ皇帝ハインリヒ五世は、 継承法を無視する形で新作選考にロタール本、ズップリングを指名した。ハインリヒ5世が死ぬと、ハインリヒ9世は当初は、定員請求者である、シュバーベン大公フリードリヒ2世を支持した。しかし直にロタールは、自分の一人娘ゲルトルートとハインリヒ9世の息、ハインリヒ10世尊大公とを結婚させることで、話し合いをつけた。これによりロタールは国王ロタール世として、 選出された。1126年に、ハイン・リヒ9世は、息子のハイン・リヒ10世に、行為を譲って退位して間もなく死去した。新たに公くらいについた、ハイン・リヒ10世は、ロタール3世が、ホーエン・シュタウフェンケ出身のシュア・ベン公・コフリードリヒ2世、コンラート、1127年に自ら、ローマ王であることを宣言兄弟と争った際には、 皇帝側に忠実に従った。1136年に、ロタール三世は、ハインリヒ十世に法相として、トスカーナ辺境博の称号を授け、さらに死ぬ、マゲワの1137年に、ザクセンの統治権を譲った。ロタール三世が、死亡時のハインリヒ十世はドイツで最も強大な、諸侯の一人となり、有力な定位請求者となっていた。しかし、定位は、 ハインリヒ10世の元には転ばず、かつての対立王であったコンラートが、コンラート3世が選出された。そのコンラート3世は1138年に、ハインリヒ10世からバイエルンザク占領公国を没収し、バイエルンをバーベンベルクや出身のオーストリア編教迫レオポルト4世に譲った。ハインリヒ10世は、 己の領地奪還を目指す戦いを開始したものの1139年に幼いハインリヒ志向を残し没し,した。現在のバイエルンの領域と以前にそこに属していた東方辺境白領を統一したレオポルトはハインリヒ十世の兄弟である率いるベルフ一党との戦いを開始した。1141年にレオポルトは完敗して間もなく死去して 弟のハインリヒ十一世先生校が後を継いだ。ハインリヒ十一世は、ベルフ一党の反乱の鎮圧に成功したものの1156年に、新皇帝フリードリヒ1、赤ひげ王は、ハインリヒ志士にバイエルンを与え、バイエルン公としては、ハインリヒ一世、加えて1142年には、ザクセンをも授けた、ザクセン公としては、ハインリヒ三世。その一方で、レオポルに対しては、 代償としてを広告に昇格させた。スラブ人への知恵遠征をすることで、ハインリヒ11世自死校は事業を著しく、拡大させることに成功させ強大な権力を得て、フリードリヒ1世に対して戦いを挑んだ。ハインリヒ11世が、フリードリヒ1世のイタリア遠征への参加を拒否するや、フリードリヒ1世は1180年に、 ハイン・リヒ11世に対する裁判を行った。その結果、ハイン・リヒ11世の領地の大半が没収されて、フリードリヒ1世に就いた者たちに分配されることとなった。バイエルンは、ビッテルスバッフ派家のバイエルン宮中博夫4世が、えして、バイエルン公夫1世となった。その出自に関しては、ルイト・ポルト家の末裔ではないかとの説がある。バイエルン公夫1世は、 フリードリヒ一世に使える最良の騎士であった。その夫一世が獲得したバイエルンの領域はが、公爵の地位を授けられたことで、最終的に分離したことで、未だ縮小されたままであった。しかし、息子のルートビヒ一世、1231年没の第2話、領域は著しく拡大することになる。1214年に婚姻に伴い親英ローマ。 皇帝フリードリヒ2世よりライン宮中白領を配慮したのである。ルートビヒ1世の息子でフリードリヒ2世のかつての忠実な味方であったオットー2世1253年没は国内の完全独立を目指す司教権力と不和となり衝突した。フリードリヒ2世に対して完全に忠誠を尽くしたことからオットー2世はローマ教皇によって カトリック教会から波紋されている。夫二世没後のバイエルンは、ビッテルスバッフ派家の系統間で細分化の道をたどることとなる。すでに、夫二世の息子である、ルートビヒ二世、1294年没とハインリヒ十三世、1290没は二年間は共同統治をしていたものの1255年に、領地を分割している。前者がミュンヘンを首都とすると、 ライン九中白領を、後者がランツフートを中心とするをそれぞれ統治すること、なったのである。加えて二人の兄弟は共に、シチリア国王、シャルル・ダンジューによって処刑された法園したタウフェン家の、最後の統治者コルダディーノの遺産をも手に入れた。ルートビヒ二世が死ぬと、ライン九中白を、次男のルドルフ一世が、ウェバイエルンを三男のルートビヒ四世、 1282年から1347年、1314年にローマ王に選出され、1328年にローマ皇帝に退官するが相続することで、両者は分離した。ルートビヒ4世は、ビッテルスバッフ家の領地を著しく増大させた。1329年に、パビアにて、兄ルートビヒ2世の維持たちに、最終的に、 ライン級中白領とオーバープファルツの支配権を練る取り決めを結んだ。この取り決めにより、両家とも女子には領地及び相続権を譲る権利が剥奪されて、サリカ法の採用、ライン級中白の地位はこれ以降双方の家系が交互に所有すこととなった。しかし、1356年に制定された金印直書により、プファルツ系のビッテルスバッハ家が、 先定抗くらいを獲得することが最終的に決議された。1340年にシモバイエルン系のビッテルスバッハ家が断絶したことによりバイエルンはルートビヒ四世の下で再び一つとなった。しかもルートビヒ四世はマルガレーテフォンホーラントと結婚したことでといったネーデルラント一体を獲得したのである。さらにはブランデンブルク編強白をも手に入れ、 これまた婚姻関係を通じて、長男のルートビヒ五世にを授けた。バイエルンの秩序が著しく向上したのはルートビヒ四世の、当地に追うトロが多い。ルートビヒ四世は、ミュンヘンに権利を与え、上バイエルンのためには民法を、下バイエルンのためには、新たな訴訟手続きをそれぞれ発した。ルートビヒ四世は六人の息子と、豊かな遺産を残した。当初、バイエルンは、 兄弟間の共同統治下に置かれていたが、1349年に分割が開始され、最初は再び上下に分裂した。1353年に、下バイエルンは、バイエルンランツフートとに分裂した。1363年に、ルートビヒ5世の息子マインハルトが死ぬと、上バイエルンは、バイエルンランツフートとバイエルンシュトラウビング間で分割された。 1392年にバイエルン・ランツフートからバイエルン・インゴル・シュタットとバイエルン・ミュンヘンが分離した。しかもチロル、ブランデンブルク、ネーデルランと一体も徐々に失われていった。バイエルン系ビッテルスバッハ家の諸系統が断絶するたびに領地の分割と争いが開始され、それはしばしば武力衝突に発展することになった。1432年にバイエルン・シュトラウビングの 両地は、バイエルン・インゴルシュタット、バイエルン・ランツ・フーと、バイエルン・ミュンヘン間で分割された。1447年にバイエルン・インゴルシュタットは、バイエルン・ランツ・フーとに併合された。1467年にジギスムントのために、バイエルン・ミュンヘンから、バイエルン・ダッハウが分離したもの、1501年に、ジギスムントが死ぬと、その医療は再び、バイエルン・ミュンヘンに回収され、 1503年には、バイエルン・ランツ・フートも、バイエルン・ミューンヘンに合併された。1505年にバイエルン・ミュンヘン家のアルブレヒト四世、公活公の下で、バイエルンは統一されたことが明白となった。アルブレヒト四世はそれまでに至る領地の分割で、こうむった被害合計意識から、最初に生まれた男子による単独かつ、領地の分割禁止の行為継承法の承認を得る。 ことに努めた。この継承法に従って、ビルヘルム四世、ルートビヒ十世の三人の息子のうち、ビルヘルム四世が唯一の後継者となった。しかし1508年にアルブレヒト四世が死ぬと、ビルヘルム四世、1550年没とルートビヒ十世、1545年没の共同統治という新たな分割が行われた。両者は、 多数の支持者を取り付けるなどして、互いの改革を協力し合ったが、その際にあった最も決定的な抵抗は、1541年の、バイエルン国内のイエズス会の召集である。ルートビヒ10世が没したことで、バイエルンは再び、ビルヘルム4世の下で一つになったことは、明白となり、その息子である、アルブレヒト5世もまた別のイエズス会であったが同時に、術と科学を保護している。 その後を1579年に継いだ、ビルヘルム5世は1597年の議会で、長子のマクシミリアン1世に上位して、自らは引退することを余儀なくされた。多彩な才能の持ち主であった、マクシミリアン1世は、反プロテスタント同盟の指導者であった。三十年戦争の際には、ローマ皇帝フェルディナント2世から1623年に、 プファルツ選定校領を授かられているが、その内実は、フェルディナンド二世が、選費の担保として、オーバープファルツを与えたというものであった。ベストファーレン条約で、マクシミリアン一世の選定校としての地位と、オーバープファルツの領有権は確たるものとなると同時に、プファルツ・ジンメルン家には八つの領地からなる新プファルツ、選定校領が、創立さ。 マクシミリアン一世の子孫が絶えた時には、バイエルンを継承する権利があることも確認された。かくして、バイエルン公国は再編され、バイエルン選定綱領と称されるようになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。